フェンスに穴が開いている。頑張れば通れそう。頑張れ、通れ。いいぞ。お地蔵さん、ここにいたのか。会いたかったよ。まったく移動しないよ。いやでも、あ、ん、あ、あ、なんか思い出した。ここの窓開けっぱなしだ。いや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 、そこ、ここから中に入る。え、その等身で入れる。ちょっと高くてとでしょうね。倉庫に使えるものがあるかもしれない。倉庫ね。あ、倉庫の倉庫ね。面白い。倉庫あるか？この辺。特に見当たらないけど。倉庫どこ？見えるかな？今ただただ彷徨い歩いてるだけなんだけどな。あ、あっちにも倉庫。倉庫だね。地蔵。お地蔵さん。グラウンド。グラウンド絶対なんかいるじゃん。ワンちゃんとか。可能性高いのはワンちゃん。お願いします。しません。なんかあった。なんだ？ノートの切れ端。読んでみよう。学校の七不思議って聞いたことある？対処法を知っとかないとお化けに会った時に殺されちゃうんだってさ。うちの学校にも七不思議ってあるの？僕にも教えてよ。書き込み？掲示板？一つ目の噂はね、真夜中に学校に入るとのっぺらぼうの大男に首を切り裂かれるんだ。なかなかえぐいね。それって本当なの？出会ったらどうすればいい？どこかに逃げ込むしかないね。当たり前じゃん。誰かと誰かの交換日記かな。至極当たり前なんですけど。んだよ、もうちょっと有用な情報ないのか。なんかすごい音が。うん？間違えた。なんかすごい今の。これ持って帰るのが大変なんだろうな。なんかすごい来てる。大丈夫。後ろからすごいなんか来てる気がする。追ってきている気がするよ。大丈夫か？誰かいるの？お、はい。あ、え、動いて動いて。ちょ、何何何。見えませーん。あ、うるる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 。そりゃ奥さん、奥さん、そりゃダメだよ。逃げるしかないのか。ああ嫌になっちゃうよ。まただろ。またか。来い。これまた来るやつでしょ。あれ？来ないな。一回死ねば終わり？何その。あ、のっぺらぼうの、のっぺらぼうの大男ってこういうことか。はい、引っかか、引
っかかるだろ。引っかかったね。よし。あれ？消えた？来るかな？これ。これ絶対来るよね。もう一回くらい来ると思う。来たね。なるほど、物陰に隠れろと、そういうことですね。わかりましたよ。まあわかったっつっても、もうすぐこれ学校入れちゃうからね。大丈夫大丈夫。あ、じゃあちょ、もう来ないでしょさすがに。だってもう逃げれる場所ないもん。死んじゃうもん俺。大丈夫大丈夫。最短距離で行こう。最短距離で。あ、やばい。あ、ムービー入った。ムービー、ムービー、ムービー、ムービーって、ちょ、あ、ちょ、待って、お地蔵さん、お地蔵さん、やだ、うん、お地蔵さんもありがとう、助かったよお地蔵さん。やっぱ愛してるよ。しない、おすすめしないけど危なかった。じゃあ持てや。校舎に入らなきゃ。いやー、多分一番最適解だったと思うよ俺的に。いやー、入り込んだぜ。ちょ待って、タイマーが消えた。なんか音聞こえるね。いつもの学校と全然違う。非日常味わってんじゃないぞ。何か大切なことを思い出せるといいんだけど。これさ、今まであの道端だったからお地蔵があったのは別にいいんだけどさ、学校の中お地蔵さんなくね？お地蔵さんっていう概念がなくない？何か落ちてる、落ちてる、あ、落ちてる、なんでしたろう。すごい音するけどね。汚れた五円、汚っ、こんな、どうしてこんなとこに。くすんだ五円玉を拾った。錆びて色が変わってしまった汚れている五円玉、これはお地蔵さんには お供えしないでおこう。何それ。掲示板に張り紙が貼ってある。知らない人を学校に入れないように。俺知ってる人です。ちょっと待って、セーブ、これここまで来たのはいいけど、セーブは、ん？ん？なんかすごい音するね。なんかすごい音するけど、おい、どうした？入れ入れ。なんだ？ああ、なんか来てる。なんだ？一体何がそこにいる？いませんよ。いません、絶対にいません。よし、なんかないかな。ちょうどいいからさ、物色してやろうぜ。ん？なんだ？あ、なんか見っけ。先生の日誌。先生が書いたノート、知らない名前の生徒のことが詳しく書いてる。僕も先生にこうやって書かれてるのかな。
拾っていいのかそれ。多分それなくしたらその先生クビだぞ。ん？またなんか。あ、こっち側になんかあんのかな？廊下側に。開かない。開けよ。開けよ。あ、ここ開くでしょ。開いたー。またノートが落ちてる。拾え拾え。読んでみよう。友達に七不思議のことを話したらみんな興味を持ってたよ。二つ目の噂を教えてよ。理科室の骨格標本は見てないとき動いてるらしいよ。骨格標本の前で目を閉じちゃう。何それ。分かった、みんなにも注意するよう言っておくよ。めんどくせえなーそれ。縛りか。こっちなんかあるかな。特にないか。あ、いいねマップ。職員室、ケージ、ざっくりだね。あ、あ、マップ、理科室、理科室。もう狙ったかのように渡り廊下走りたい。懐かしい。電話？もし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 。順番入れて電話する？もしもし。家の電話に伝言を残した。セーブ。おお、地蔵じゃないんだけどね。え、これはあれや、別の電話番号にないのか。別の電話に移動するはないんだね。マトリックスじゃん。理科準備室。あ、なんかある。なんでしょう。10円玉。あ、理科室入ってみようか。骨格標本があるって聞いたけど、あれ何。はい、理科準備室は鍵がかかってるみたい。鍵がないと入れない。鍵がないと入れません。なんかないかな。ここでさ、爆薬作ってドアを開けるっていうアグレッシブな骨格標本だ。目閉じるとどうなるかやってみようぜ。ダメだった。こっちが北の渡り廊下だって。何かあるかい。書いてないね。あ、なんかあるぞ。先生の日誌、なんだ。集めると何かあるのかな。渡り廊下は鍵が、渡り廊下も鍵か。みんな鍵だよ、まったく。でもこっち側行くしかないじゃん。大丈夫か。なんか、はい。めっちゃいるじゃん普通に。のっぺらぼう。マジか、当たり前のようにいるな。なんだ、理科準備室の鍵。イエーイ。めっちゃいるな。戻ってきてるな。大丈夫。
去ったら行く、過ぎ去ったら行くよ。し、今のうち今のうち逃げろ逃げろ。よし、大入道からは逃げた。で問題は一回セーブしちゃおうか。10円たくさんあるし正直に100円だけどね。あれ、セーブセーブ大事。よしよし、セーブ OK。 じゃあ理科準備室入っていきますか。よしよし、続きやっていくぞ。どんどんやっていくよね。理科室に入ります。あれ開かない？あ、こっちが開くのね。あ、ん？お、閉めちゃった。待て、覚えているか？骨格標本。動くって言ってたぞ。はい、かかってるみたいだから、理科準備室の鍵は、あれ、理科準備室の鍵はこれ、違う、これ。はい、来ました、入りました。で、ここで何をするの？あ、なんかあった。渡り廊下の鍵。ああ、なるほど。で、渡り廊下にいるな。めっちゃいるね。これ、触るとダメなやつかな？いつの間に？本当に動いてるんだ。これ触るとダメ？触るといいのか。触るのは OK と。ちょっと、え、通して？ちょっと通して？あ、通れた。ちょっと通してよ。はい。生きた！よし。こんなにいるの？めっちゃいるじゃん。これ絶対目飛む。めっちゃ、怖いな、怖いな、やだな、やだな。あ、入りました。通れました。通してください。もうこれ絶対無理やりでしょ。多分本当はこんな通り方しないと思うけど。よし。俺の勝ち。いいのかな、今ので良かったのかな。あ、新しいのがありましたよ。あ、またノートが落ちてる。なんて書いてるんだろう。読んでみよう。3つ目の噂も聞きたい。もう教えたがってますね。聞きたい。2階の渡り廊下にある大鏡の前に立っちゃダメだよ。鏡から大きな手が出てきて、鏡の中に引きずり込まれるから。おい、怖いね。交換日記の続きみたい、続きみたい。あ、おー、赤か。はい、なんでそんなすぐに回収するんだ。鍵がかかってるので、これで進めますと。よし、じゃあ行くよ。ん？ん？
なんかあった？ここは思い出した場所。元気にって書いてるね。この辺りで何か落としたはず。元気に挨拶。こんばんは。こんにちは。世界の窓か。鍵がかかってる。中に入る方法を探さなきゃ。蹴破るって方法はないのか。